ミサイルの話題、どうしたの？ミサイル落ちた？ついにミサイル落ちた。お、謎の女さん、バガー、ありがとうございます。ありがとう。お疲れ。テレビは見ないどころか、もうテレビやめたんだよね俺。テレビやめても何の影響もないからテレビやめましたね。なんかあったんだ。フォローありがとう。はじめまして、こんばんは。新幹線も止まった？なんで？なんか災害かなんかあったの？すごいね、新幹線止まるって聞いたことないな。知らない知らない。ゴルゴ13さん、お疲れ様です。ミサイルで新幹線止まった。何、墜落したの？戦争だね。ひげだいぶ伸びてきたね。リアル大変でした。ごめん、何の意味か分かんない、日本語は。主語述語全部書いて、ちゃんと。何を言ってんのか全然分かんない。リアル大変でしたって言われたもん。何の話？俺今寝起きだから。タトゥールいるの？タトゥール？いや、機嫌悪いじゃなくて何言ってるか分かんないでしょ。タトゥールって知ってる？タトゥールいるの？ミサイルで、ミサイルで。バカかよ本当に。タトゥールはブス少女として有名な配信者。何言ってるか全然分かんないよ。日本語をちゃんと書こうよ。今朝ミサイルが発射されたのをご存知ですか、和道さんとかさ。北朝鮮からついに発射されて今日大変だったんですけれども、和道さんはそのことはご存知でいらっしゃいますかって。なんで文章で書けないのかね、全然わかんない。チンコ書いてすいませんでした。許してください。何でもしませんから。はい、消えろ。全然面白くないお前。97、
公園でスケボー配信したら祝電されて大変でした。祝電じゃないでしょあれ。知らないけど。多分違うと思うよ。俺だけじゃなくて全員排除されてたから。文章って長いね。頭悪いリスナーうちにはいらないから。ああ、そうなんだ。へえ。花火待ち。やべ、すげえな。丸々一日寝てたんだ、俺。道理で頭が冴えないわけだ。配信外で警察来ましたか？配信外のことをなぜあなたに言わないといけないの？俺が。配信外ってプライベートなんだけど。はい、わたつ、ゆうすけいらっしゃい。ネット動画流して、俺が流してるわけじゃないからね。俺が流してるわけじゃないからね。うざがらみしてくるやつ全員ブロックだから、うち。フォローしてないで。気をつけてね。フォローもしてないやつは、俺ゴミだと思ってるから。別に俺花火師しかいらねえから。朝から機嫌悪いんだよ。うざがらみしてくんな。めんどくせえから。ガキじゃねえんだからよ。花火投げてから物申せよ。な。別に困ってねえから、うちは。ガキども相手にしちゃって別に飯食えるわけじゃねえんだから。消えろ、ガキは。うん。全員イエローカードな。今コメント書いたやつ。めんどくせえから。相手もよこしてからだろ、礼儀として。別に友達でも何でもねえんだからな、お前らとは。調子乗んなよ。見てるのは別に応援ではねえんだから。三流のリスナー、三流の配信者のところ行け。随分強気ね。困ってねえっつってんだよ。困ってねえの。
バカ相手にするために放送やってるわけじゃねえんだよこっちは。強気とか弱気とか関係ねえよ。はい、腐ったよしや、お前ロックオンだわ。お前フォローしてねえな。はい、おめでとう、ブロックだ。腐ったよしや、さよなら。はい、ブロックです。アイテムは自由だと聞きましたが。はい、椿さんチェック入ります。はい、フォローしてる、セーフ。次、ごめんなさい、はい、実始末じゃないの、うん、山お前ブロックだわ、めんどくせえ。はい、ブロックです。おめでとうございます、ブロックです。二度と来ないでください。ここは何流？それが分かんない、お前二流だ。はい、みんなおはよう。おはようございます。あー、もうオープニングからうざがらみめんどくせえな。なあみんな、何回か見たことあるけど今日は荒れてんな。うん、めんどくさいね。つけたばっかりで寝起きでこんなうざがらみされたら。気持ちよくやりたいよね放送は。気持ちよくやりたい。お酒はあんま好きじゃないですね。普段飲まないですね。プライベートで飲まないね。まあ飲めないわけじゃないよ。全然お酒強い。矢野ラッキー、ハートありがとう。お酒全然飲めるよ。ただ、その、酒飲みてとはあんまりならないかな。多分好きじゃないんだろうね。体質に合ってないんだろうね。話がついていけないです。ついてこれないのは俺の問題ではないよね、ミルクティーさん。ねえ。だったらそっとブラウザバックするのが礼儀なんじゃないの？映画見てさ、映画のさ、内容を理解できなかったらさ、帰るべきなんじゃないの？別に俺強制してないよね、ミルクティーさん。わかる人にわかればいいんじゃないの？で、俺の話がわからないのはあなたの問題であって俺の問題ではないよね、ミルクティーさん。違う？なんで俺があなたに合わせて放送しないといけないの？酒が好きか嫌いかっていう話してんのに話についていけないっていう理由が分かんないんだけど。
9月中に第3次世界大戦が開戦しますが、何か意見はありますか？全くないです。全くございません。全くはございません。むしろ僕は生まれた時から対戦中だったような記憶があるんで、ずっと戦いですね。何にもないです。なんかあります？たくみさんは、たくみさんなんかしょうさんなんかわかんないですけど、特にないです。僕は北ミサイル発射、早朝警報、飛び起き、道民ら緊張。これか。俺が寝てる間に対戦が起きそうになってんのか。鳴り響くサイレント、ミサイルが通過した模様とアナウンス。逃げろと言われてもどこに逃げれば。北海道に落ちそうになったの。アイビッピーはどつ。はい、こんばんは。バガ、ありがとうございます。あまもちゃん、ありがとう。おはよう。母さん、こんばんは。楽しんでいってください。水浴び中じゃないよ。お風呂にずっと入ってんの。ロータス、こんばんは。
ミュウツーと揉めたんですか？いや、全然揉めてないよ。全然揉めてない。よく寝たわ。2日ぐらい寝てたんか。丸1日寝てたんか。ああ、ぐっすり寝た。疲れてたんだね、多分ね、体が。よく寝たよ。こんばんは、今津さん。バーガー5個ありがとう。こんばんは。楽しんでってください。おはよう、ヒトラー。おはよう。なんでその名前なんですか？何が？ごめん、よくわかんねえわ。なんでその名前なんですか？文脈がわかんない、ごめん。生きてますよ。和道さん。和道って名前がなんでかっていうこと？響き。名前にあんまり意味はないかな。
響き響き。理由はない。そうそうそう、無道無道とかね。そうそうそう、匿名配達さん、よく昔の放送よく聞いてたんだよ多分ね。ドラクエ6だと無道の存在感やばいよねっていう。俺ドラクエ6やったけどラスボスより強かったイメージあるもん。全然クリアできねえの。シャモロのところでさ、何回レベル上げしたか。メタルスライム買ってさ、小学生にはドラクエきついよな、これどうやって倒すのみたいな。何回やっても倒せねえんだもん。でレベル上げが長かった長かった。なんかさ今でさ3時間ぐらいレベル上げすんのなんかさ全然辛いよね。あそこね、すげえ辛かったもん。聖剣好きが強いんだよな。うん、こんばんは。そうハッサンがめちゃめちゃ強いんだよ。誰で言ったっけな、主人公ハッサン。ありがとう、おーサンキューサンキュー。あのハッサン、ミレイユ、バーバラが仲間になるからミレイユチャモロか、カメオワード2、その 4人だったかな。ミレイユがベホイミ、シャモロがベホイミ覚えてないと無理なんだよな多分。ドラクエ6面白かったな。でもあれ分かりづらかったよね。来月に格闘技練習企画を行うんですが、まだ未定ですが、知り合いの現役日本ランカー2人講師として呼んでいかがし、スパーします。やばマジでプロ呼ぶのやば。最初にうざがらみされた理由は BGM を流さなかったからだね多分。違うんだよ、あのマイクの設定外配信用になってたんだよ。カメオ初見さんいらっしゃい。懐かしいよな、ドラクエ面白かったね。はいお前ブロックな、はいさよなら。初見でいきなり何なの、超失礼でしょ。シャカは何をしてますか、寝てるよ、うん、リカちゃんいらっしゃい。すげえな、プロランカーとガチスパーか、死ねるよね。ドラクエ6超面白かったよね。5、6の流れがもう大好きでさ、5買ってもらえなかったんだよ。同級生がやってんの見てて超羨ましくて、で6初めて買ったソフトだったの、ドラクエの。もう超やったよ、めちゃめちゃ面白かった。はいリカちゃん風船10個ありがとう。ストーリーも良かったけどちょっと分かりづらかったかな。小学生にしてはねちょっと難解なストーリーだったよね。上の世界下の世界狭間の世界があって、ただしかも俺5と4やってなかったから、その天空城がこれなんだっていう感動がなかったの当時。俺は6は6で単体ものだと思ってたのよ。だから後で5と6やってあれと思って、これってつながってんのみたいな。うん、6からやり始めちゃったからその普通の人の感動がなかったの。
当時ファイブは店の前で買った人から盗まれる時代だった。なんか荒れてたよね。北斗の拳みたいだったよね。俺らのガキの頃エアマックス履いてたら狩られ、親父は財布を狩られ 女子高生は体を打って親父から財布を、親父がとにかく狙われてたよね。最初にうざがらみしてきたのは夢月タトゥルって配信者、その、あ、そうなんだ。ゆで卵知らない、聞いたこともない。夢月タトゥル。だから配信者だったら別に凸かけてくれりゃいいのにね。俺はいつでも凸いいよって言ってんだからさ。話があるんだったら直接話しゃいいじゃんな。うざがらみ嫌いなんだよ。靴下に金隠してたんだ。何なんだろうね、あの時代。本当にめちゃくちゃだったよね。本当にエアマックス狩りとか、何なんだろう、なんつうの、とにかく親父をぶっ飛ばそうみたいな。サラリーマン、なんつうの、非リア充っていうの？リア充じゃない属性の人とか、オタク属性の人、生きづらかったと思うよ。もうなんか、イケイケのやつらがさ、なんかバンバンぶっ飛ばした金、なんか北斗の拳でしょ、北斗の拳。ヒャッハーっつって。ここは通さねえぜっつって。めちゃくちゃだよな、ほんと。成田とかもだからあったもんね。成田ですらあったんだよ、親父狩りって。だから俺、親父狩りあさりをしてる友達がいて、俺の世代は親父狩りの世代じゃなくて上の世代だったのよ。で、財布が落ちてんの。で、やっぱ金抜かれてないのとかあるんだよね。エアマックスとベンドサンダル交換させられたり。そう、そんなに欲しい？エアマックス。俺全然興味ないけど。働いて買いなさいよって話だよね。めちゃくちゃだよな。もう無法地帯だったよね、日本が。知らないよ。俺の知らない人がどこで何しようが俺は知らないよ。死ねばいいじゃん、死にたかったら。俺、会ったこともない人が死んで何なの？関係ないから。会ったことも聞いたことも触れたこともない。死にたきゃ死ねえよ。バカなんじゃないの？死にたきゃ死にゃいいじゃん。俺に何の関係があんの？生きる根性ないやつは死ねばいいと思うよ。はい、ワンツー、前玉さん。そう思わない？ガチャさん。ガチャさん、そう思いません？死にたきゃ死ねばいいんじゃないですかって。そう、死んだ試しがない。俺とは何の関係もないから。ぎっくり腰まだ治ってないの？ 痛い。人間なんかほっといても死ぬんだから。先輩の靴のエアに定規刺さってた。あー、コルセットか。癖になるっていうもんね、ぎっくり腰は。大変だよね。ぎっくり腰、俺一回もやったことないかな。
もう何なの？もうさ、俺礼儀のないやつ大嫌いなんだよ。もうほんとネットだからってうざがらみしてくるやつ何なんだろう、マジで。神経疑うよね。腰は大事でしょ。上半身支える部分だからね。さ、いくらネットの世界だっつったってさ、いきなり唾吐きかけられたら気分悪いでしょ。子供なのかな、あれ。わかんない。一応足映ってるんだけどね。何なんだろうね、あれ。ランナーって呼ばれてるよ。あれ怖いよね。あれ再生数すごいんだよね。もしよかったら YouTube フォローしてね。いやー、もうね、なんかね、会ったこともないやつにね、とやかく言われるの俺大嫌いなんだよね。会ったことも絡んだこともねえのにさ、グダ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 言ってくるやつ。知らねえよって感じだよね。怖いよね。心霊現象よく起こるんだよ、リカちゃん。もしよかったらね、YouTube チャンネル登録してください。フォローありがとう。ああ、シェシェ、ぜひ。よろしくお願いします。YouTube ぜひチャンネル登録お願いします。ネットだから何言っても構わねえとは俺は思ってないからね。こんばんは、大貯金さん。こんばんは。マナーのなってないやつ多いよな。初見さんいらっしゃい。来てますか？何の話か全然わかんないっす。はい、こんばんは、タカさん。バカでもいいから常識や当たり前をやると親に言われて生きてきました。そうだよ。そう、頭がいい悪いっていうのはさ、神様からもらったものだからコントロールできないことだけど、礼儀っていうのはコントロールできることなんだよ。礼節を持つ、リスペクトを持つ、尊敬の念を持つ、相手に不快な思いをさせないとかさ、そういうことができないっていうのは人間性の問題なんだよね。で、人間性を磨いてないやつっていうのは何をやってもダメよ。でしょ？人間性磨いてないやつは何をやってもダメ。そんなやつとは、たとえコメントでもお付き合いしたいと思わないね、俺は。コメントでもお付き合いしたいと思いません。僕の放送の質が下がっちゃうんで。
純粋に文鳥フェチ。いや、わかるよ。俺も文鳥好きだから。いや、リカちゃんのことを言ってるわけじゃないから。バカに言ってんのよ、バカ。バカには何言ってもわかんないからバカなんだろうけど。バカと絡むほど疲れることはないよね。おお、ナンバさんワード2。いや、初めてですね。生まれて初めてね、文鳥飼ったのが釈迦なんで、釈迦は初めてですよ。花火何発来たかは、ひなこさん、あなたの方でも見えるはずだけど、確認できないですか？見れるよ、リスナーさんの方でも。画面共有されてるはずだけど、確認してごらん。ひなの時餌あげてましたね。ただ、自分でこう餌が食べれる状態だから、3週間ぐらい目から飼い始めたんですよ。だから、そこまで注射器みたいなやつであげてないんで、楽でしたけど、自分で食べてましたね。もう我が家に来た時は食べ始めたぐらい、自分で餌を。でもまあヒナだったけどね、羽の色はまだ生え変わってなかった。そうなんだよね。もうペットショップ行った時には手のひらに乗っかったのが4匹のうちこの子がね、手のひらに乗っかったやつでさ、あ、可愛いなと思ったよ。嬉しかったですね。結構慣れてる方みたいだよね。普段ご飯買って弁当買って弁当食ってるかな。まあ、みんなと変わんないよ。自炊あんま最近してないけど、のんちゃんがたまに作ってくれる感じで。そうだね、パートナーだと思ってるね。かわいいよ、恋人だと思ってるよ。
あ、カレオンさんはだつ。近くに住んでんの？あ、そうなんだ。どの辺なんですか？ねえ、リカちゃんからね、いただいたよね、オーガニックのね。美味しくいただきましたよ、シャカが。ありがとね、リカちゃん。あと、サプリメントもね、送っていただいて。お風呂のやつはあんま使わなかったんだけどね、カルシウムのやつは。カルシウムのサプリメント入れるようにしたよ。坂上のめちゃめちゃ近いじゃん、カレーをさ。たまに声かけられますね。坂上の方でも声かけられるようになったね。今までは新宿とかさ、あの辺歩いてたら声かけられるようになってたんだけど、最近中野坂上でも声かけられますよ。めちゃめちゃ近所だね。たまにのんちゃんと歩いてて握手求められたりね。和蔵さん見てますって言って、ありがたいっすね、本当に。いやー、ありがたいっすよ。あったら声かけます。ああ、ぜひぜひ。のんちゃん、ティッシュちょうだい。ありがとう。有名になったもんじゃのう。モーヤンカレー大嫌いですね、僕。モーヤンカレー大嫌いなんだよね。なんかリスナーから「カレー美味しいカレーないの？」っつったら「モーヤンカレーがうまいよ」っつったけど、3回行ったけど3回まずかったかんね。モーヤンカレー好きっていうやつの気が知れない、本当に。僕は大嫌いです、あれね。なんかトマトが入ってたりさ。俺はあそこが好きだね、あの家の近所だと。何の、なんつったっけな。ハイブロックでーす。
花火を上げるなとかお前が決めることない。スパイスが普通にまずい。なんか家庭料理を作れないお母さんが作ったカレーみたいな味の、なんかその調味料の使い方とかのいろはが分かってない人、うん、のカレーみたいな。はい、おめでとうございます。ウィンターさんブロックです。いや、まずいんだよ。本当にまずいの。いや、俺だから、もう本気でリスナーにはめられたんじゃないかなと思ったもん。まずいところをあえて食わさせようみたいな。でもね、ファンがいるし、客がいるんだよね、もうヤンカレー。全然意味わかんないよ。何なんだろう。わざとこれ食わされてるんじゃないかって疑ったよね、ちょっとね。モーヤンカレーなんか味覚音痴のやつがあれ好きなんだよね。あやちんこんばんは、楽しんでってください。カレーは吉祥寺豆蔵と下北沢のナスの親父がうまいっすよ。下北沢まで行かねえかな。お金になる姿が見てみたい。あ、俺が金掴むところですか。あ、ぜひフォローしてください。僕は多分掴むと思いますよ。多分なんですけど、なんだろう、お金ってそんな難しくないですよね。信用と結果が出ただけのものだから。で、なんで俺が金掴みたいかっつったら、バカ黙らせたいからなんですよ、うん、結果出しちゃえば世の中って評価ってパチンってひっくり返るんで、うん、金掴むのが一番早いなと思って。その自分のその正しい評価を得るためには金掴んじゃった方が、お金持ちになる姿。はい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 、ぜひぜひ追っかけて応援してください。よろしくお願いします。ありがとう、そう言っていただけると嬉しいですね、うん、まあ僕は金掴むと思いますよ、うん、はい、解放お疲れ、こんばんは。ああ、応援して。よろしく、あやちん。ただまあ、普通の人と違うのは、別に金欲しいわけじゃないから、その職業普通だったら選ぶじゃないですか。金を稼げる職業って。僕全然興味ないんですよ。だからまあ、配信で実績を出したいっていうところなんですよね。だから配信以外の金ってあんまり興味がない。配信で掴みたいですよ。風船100個ありがとう。カレオさん、風船100個ありがとう。ありがとう。じゃあそろそろね、1時間経つんでアイテムタイムします。もしよかったらアイテム応援してください。よろしくお願いします。それではアイテムタイムスタートです。和道が加熱さ噛むとこ見てみたいな、不可思議じゃないから。いや、なんだろう、前より昔よりはお金つかんだけどね。でもまだまだ足りないかな。もうほんとここに1億円ぐらいのサブ積んでないと気がなんかこう金つかんだ気にならないかな。風船ありがとう、南波さん、ありがとう。
金つかみたいっすね。お、ミヤヤさんだ。ミヤヤさん髪の色変えたね。バガー5個ありがとう。カレオさん風船30個ありがとう。カイホー風船7個ありがとう。ハートプレゼントありがとう。ヤナラッキーさんありがとうございます。カレオさん風船30個ありがとう。まあ金はね、持ってれば持ってるだけいいかんね。カレオさん風船40個ありがとう。音楽止まった。おい、リカちゃん風船100個ありがとう。まだ持ってたんだ。チェアナゴありがとう。2シーズン前のアイテムまだ持ってた。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでってください。金って何なんだろうね、うん、サラリーマン向いてないっすね。僕サラリーマン向いてないっす。やらないっすね、うん、昔やってましたよ。会社経営もやってたし、ネットワークビジネスもやってたし、あとなんだろう、僕結構ネットワークビジネスの業界だと有名人なんですよ。あと何やってたかな。まあアルバイトも60個ぐらいやったし、正社員でリーマンも2回ぐらいやったかな。でもやほら中卒だからさ、向いてない。あ、向いてない。俺がリーマン向いてるっつうのはにわかだよ、あやつに。それね、最近来たからでしょ。もう、うちのリスナーで、俺のことリーマンに向いてるなんていうやつ一人もいないよ。絶対無理だよね、みんなね。俺がサラリーマンなんか絶対無理だよね。無理無理。全然向いてない。バンピさん、風船4個ありがとう。向いてないです。だって約束の時間守れない、上司の言うこと聞けないね、無理だよ。向いてないです。そう、当たりがいいから営業とか向いてる。営業は俺めちゃめちゃトップ営業やってたから、営業は取れるよ。まあ無理よ、こんなのが自分の同僚にいたら嫌でしょ。仕事はできないわけじゃないよ。ただね、決まった時間に会社に行くのがだるすぎる。本当に行かないから無理。もう無理じゃないの。俺ね、仕事中パチ屋には行かないの。仕事やりだしたら真面目なのよ。意外とそういうタイプのクズじゃないの。要は真面目にはやるんだけど、要は性格がひん曲がってるタイプなのよ。言いたいこと上司に言っちゃうタイプなの。嫌われるタイプなの。仕事は真面目にやるタイプだから、営業中にサボってパチ屋とか本屋とか行ったことないよ、うん、仕事はしだしたら真面目よ。
だそれは誤解、カレーオンさんの。真面目は真面目だよ。ただ気に入らねえ。社内営業っつうかごますりとか一切やらないから、社長の胸ぐらとか掴んじゃうタイプだ、うんうん、こうやってフ絶対ダメじゃん、向いてない。偉そうにしてるやつが大っ嫌いの。出世は無理だね。なあ、俺サラリーマンって能力で評価されるんじゃなくて、可愛がられビジネスだと思ってるから、上司に可愛がれるられる人が出世するっていうのが俺の見解なのよ、うん、俺は向いてないよ。そういう意味だよね。そうそうそう、いや俺だってそうだよ。俺だって部下がいたらイエスマンがいいよ、やっぱり。そりゃそうでしょ。フルコミッションの営業なんかやらないよ、やらないよ。なんで俺がサラリーマンやると思ってんの。サラリーマンより稼いでんのになんでつまんないことやんのよ。楽しいことやって金稼いでる人間がさ、おお、ダンボール久々、元気だった？全然来なかったじゃん。おじさんいらっしゃい、ダンボールいらっしゃい。あれだよね、ダンボール久々だよね、もう2年ぶりぐらい。あれだよね、茨城に住んでる不動産経営のおじさんだよね茨城に住んでて宅建の資格取った、うん、宅建の資格取ってね、不動産屋に勤めてる40歳のサラリーマンのおじさんなんですよ、ダンボールさんは。久しぶり、元気、うん、最近来なかったじゃん、忙しかったのかな。いや俺はやらないよ、俺はサラリーマンなんか絶対やらないよ。あれ近かったっけどこのダンボールさんだっけ、うん、茨城の旅配信ではお世話になったんだよ、ダンボールには。うん、茨城っつってねいや、あのね、徳川家康と織田の、あ、じゃあ徳川家康とその豊臣秀吉のその江戸、要はその徳川家康もともと江戸の人じゃなかったじゃん。あの兼ね合いのドキュメンタリー見たらめちゃめちゃ面白かったんだよね。なんかその北条氏をその一回、要はライバルだったのに、要は徳川家康がこう部下に入るんだよ、もう逆らいませんって言って、で最前線に行って北条氏を討ち取るので、みんなどんなこんなすごい戦果あげたんだからどんな土地もらえるんだろうっつったら、今まで持ってた領土を全部ダメにしてお前東京行けって言われるんだよ。で鎌倉に京を構えるか、小田原に京を構えるか、江戸に京を構えるか。でその当時の江戸って何にもない不毛の地帯だったんだけど、そこを開拓していくんだよ。で豊臣秀吉が死んで初めてその戦に名乗りを上げるっていうさ、徳川家康すげえなと思って、
ちょっと感動したんだよね。そう、利根川をこうどん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 千葉の方にやるんだけど、公共事業で。いいね、なんか歴史って面白いね。一人の女っつうか、まあ、茨城はブスが多いっていうのは本当ですよ。有名な話で。持ってっちゃったんだよね、福島の方に。福島だか、なんだかに、殿様が。福島美人、マジで多いね。福島の美人率、本当に、やばい。福島、女の子、可愛かったよ。えって、特に郡山。郡山に行くと、えってなんのよ。駅に行ったらもう女の子の質が全然違うの。で、ヒカルくんに聞いて、なんか美人多くないっつったら、あ、全国でも有名ですよって、郡山は。本当に、あとね、やっぱ名古屋ブス多いね、本当に。持っていかれたって言うよね。茨城の女性はあんまり綺麗な人いないですね。本当に。熊本美人多いんだ。フォローありがとう。東京は美人多いんだけど、なんかすれてるからな、東京の女。東京の東京生まれの人はいいんだけど、上京してね、やっぱね、なんか一攫千金狙ってる女はダメよ。ダメ。沖縄美人多かったな。沖縄独特の美人だよね。本当に現地の人の美人って感じで。北海道もあと綺麗なんだよな。やっぱ秋田とか本当に綺麗なのかな。秋田美人って言うもんだよ。だってあれでしょ？なんだっけ？佐々木希みたいなのがいっぱいいるんでしょ？沖縄出身と間違われる。ああ、そういう顔かもな、段ボールは。沖縄っぽい顔かもしれない。確かに。南の方の顔っぽい。確かに。秋田とかではねえでしょ。新竹林じゃん、お前。新竹林じゃねえかよ。ダンボールは年取っても、まあ可愛いだろうね。いや、ちんちくりんでしょ。 もう引っ越したの？なんか引っ越すとか言ってなかった？一発も上がってないよ。俺は東京生まれだけど、関西弁がすごくああ、女の子の関西弁かわいいよね。わかる。10月ぐらいなんだ。そっかそっか。ご近所さんだったのにね。やっぱね、スーパースターの家の近くに住むっていうの大変だからわかるよ、ダンボール。プレッシャーに感じたんだろうね。俺の家の近くに住むっていうのはね。やっぱ和道3クラスのスーパースターと家が近いとオーラが半端ないから、ちょっと遠くに住もうかな。関西弁かわいいよね。でも方言使う女の子かわいいよね、やっぱ。方言使う子かわいい。ダンボール変な質問していい？ダンボール変な質問していい？あそこって家賃いくらなの？ 前々から聞きたかったんだけど、答えたくなかったら答えなくていいんだけど、
段ボールの家って家賃いくらなの？あそこ相当高いでしょ？家賃いくらなの？答えたくなかったら答えなくていいよ。ノーコメントって書いて。ノーコメントです。いいとこ住んでるよな。稼ぐね。ダンボールさんさすがっすね。タワマンとか住んでみてえよな。あ、20いかないぐらいなんだ。いやでもすげえよな。すげえな。家賃に20万はかけらんねえな、さすがに。やるねえ。稼ぐねえ。俺も早く月100稼ぎてえな。皆さん花火よろしくお願いします。茨城で今茨城基準なの？ビリーさん、なんで茨城基準なの？茨城の話に戻すの？カミスとかよく行ったかな、成田で。若い頃に戻りたい。無理ですよそんなの。俺ね、でもね、昔に戻りたいっていう願望は一切ないね。あの、若い頃に戻りたいっていう人いるじゃん。なんで？俺今の方が全然楽しいんだけど。今の方が全然人生楽しいし、なんか若い頃に戻りたいと思ったこと一回もないね。なんでそういう感覚になるんだろう。女の人特有なのかな。俺ないよ、全然。全くないな。18歳。勉強したい。年を取ることって俺有利なことだって考えるから、年取った方が全然いいこと多くない？男だからかなのかな。女の人は若くいたいのかな。ババア好きだからババアの方がいいんだけど。いや、ババアの方がいいんだけど。ババア最高でしょ。13歳に戻りたい。初体験からやり直した。初体験、俺全然いい記憶ないんだけど。やだ。今の生活、いや昔からそうだよ。今の生活満足してるっていうか、どんなに貧乏でも昔に帰りたいと思ったこと一回もない。生活保護になっても思わなかったもんね。どんなに苦しくても昔に帰りたいっていうのない。だってさ、過去その時自分が選択したものってベストを尽くしたわけですよ。どんな時もターニングポイントはいくつもあったけど、その時その時で最高の選択をしたはずなので、なるようになって今になってるわけだから、過去に戻ったとしても別の選択肢を選んだとは思えないんだよ、自分の中で。だから常にベストを尽くしてるから、まあこうなるよねっていう。過去どの選択も間違ってなかったから、常にやりたいことを優先してやってきたからさ、大体ね、俺過去に戻りたいって思うとか後悔って何なのかっつったら、あの、やればよかったことだと思ってるのよ。あの時ああいうことやればよかったなって、そういうのが一切ないの本当に。あの時あれやればよかったってある？みんな。俺ないよ、一個もない。あの時ああしといた方がよかったなって、ないです。あの時はあの時なりにあれがベストの選択だったんだなって考えるようにしてる。小学生じゃねえんだから、うまい棒で貨幣価値、貨幣の基準をうまい棒に置き換えるのも小学生だけだから。反省はしてもいいけど後悔はするな。あ、そう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 。反省はしていいのよ、ブラッシュアップになるから。要は次の選択間違えないようにしようってなるけど、後悔するしても何にも生まれないじゃん。後悔すること一個もないもん。反省はいっぱいあるけど、
もう数え切れないほどあるけど、うん、もう一度生まれ変わりたい。あのね、俺これ言う人いるじゃん、マサラさん。あのね、それって想像力が欠如してる人だと思ってるの。俺が言うこと今からやってみて、イメージしてみて。マサラさん、あなたは一回今死にます。そしたらもう一回何かの人生で生まれ変わります。やり直します。いいですか？それを100回繰り返してください。100年、70年生きるのを100回イメージしてください。700年、700回だからいくつだ？7000回？ 7000 年生きました。それをもう100回繰り返してください。それをもう100回繰り返してください。そう、もう1万回繰り返してください。それを100万回繰り返してください。地獄じゃない？俺は1回だけでいい。俺これ本気で言うんだけど、生まれ変わりなんてろくなもんじゃないよ。俺1回だけでいい。その代わり1回をもう完全にしたい。だら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 何回も何回もこんな苦しみ味わいたくない。それだったら一生懸命生きて、もうこれしかないっていう人生生きて1回だけでいい。怖いもん、永遠とか。怖くない？怖くない？俺絶対嫌だもん。なんでそんな生まれ変わりたいとか言う人いるんだろう。想像力が足りないんじゃないかなと思う。すげえ怖いよ。無限とか永遠とかって。俺は一回だけでいいや。本気で思ってる。一回でこりごり。どう？マサラさん。俺は嫌だね。一回だけで十分だね。女の人生を試してみたい。人間に生まれ変われるのは徳の高い人のみらしいよ。っていうよね。うん、どうかなとは思うけど。俺は動物の方が幸せに見えるから、釈迦を見てて釈迦幸せそうだもんね。自然界にいる鳥とか。あんまりその、なんだろう、人間が素晴らしいと思ったことあんまりないかもしれない。一回だけでいいよね、自分の人生。あと、記憶を引き継がれないんだったら、生まれ変わったことにならないから。で、記憶を引き継いだ人っていないわけでしょ、この世の中に。っていうことは、俺は生まれ変わりはないことの証明だと思ってるから。俺嫌なのがさ、占い師何回も言うじゃん。あなた、ヨーロッパの貴族でしたよ、なんて。ふざけんなよって思うの。何回も何回も生まれ変わってんだ。カマキリの人生もあるはずなんだよ。ゴキブリとかさ。俺の前世消しゴムだと思ってるから。なんでその、なんか、ヨーロッパの画家でしたとか嘘つくの？ 農民だろ？日本人のほとんどは。生まれ変わり全員農民なはずなんだよ。確かに永遠に生まれ変わるのは嫌ですね。でしょ？だったら一回だけ生まれ変わるっていうのは確率的に俺矛盾してると思うんだよ。素晴らしいと思ったことはないが、人間に生まれてきてよかったと思う。あ、そうなんだ。ノータイトルさ。いや、釈迦の恋人を作ってあげて産ませてあげたいんだよね、卵をね。やっぱ俺ね、これ自分のエゴかもしんないけど、ペットをさ、その、なんて言うんだっけ、お腹改造するのなんて言うんだっけ。天国もないよ。天国も地獄もないよ。あれ、ビリーさんさ、例えばさ、天国っていう宗教、どこの宗教だかわかる？天国に行く宗教ってどこの宗教かわかる？日本人ってそれくらい宗教に疎いのよ。天国に行く宗教ってどこですか？何教ですか？これも答えらんないんだよ。わかる？ビリーさん。天国に行く宗教って。日本人の宗教観って面白いんだよね。全然違う。答えらんないでしょ。答えらんないでしょ。答えらんないでしょ。これくらい宗教適当なんだよ、日本人って。分かんないな。もうぐちゃぐちゃになってるから、日本人の宗教観。天国も地獄もない。なんか家あれだよ。 ジョン・レノンみたいな。
ワドンさんはパートナーとして手乗りは他のオスに振り向きしないのも大半。いやー、でも産ませてあげたいんだよね。天の川を渡り、濡れた服の重さを測るババアがいるらしい。なんか面白いよね、そういう宗教のエピソードってね。なんか三途の河原にさ、こう、なんだっけ、親より先に死ぬと三途の河原で石を積むんだよね。で、石を積んで 鬼がこうバーンってこう石をガラガラガラってやり続けるって、なんだその設定って思わない めちゃくちゃだよね。ずっと子供たちがずっと石ころをこう積み上げてるんだけど、鬼がこうバーンって棍棒でバーンって石ぐちゃぐちゃ、あー また一からやり直しだって、何それって思う。文章は一途だね。めちゃ、なんか、何それってなるよね。逆に楽しそうじゃない？鬼がずっと積み上げた石をこうぐしゃぐしゃって。なん、それ鬼の方が辛いよねっていう。鬼の方が辛くない？子供よりも。こう なんか逆に楽しそうなんだけど。どういう設定なんだろうみたいな。鎌倉に、大閻魔王の寺があって面白い。なんかね、よくわかんないよね。日本にある宗教はビジネスばかりだもんね。日本人の宗教観って独特だよね。本当に。それこそ、日本人が俺一番神様を信仰してない宗教だと思ってるから。なんかね、日本、よく言われるのが、日本人は潜在的にだよ。本の、理性的にはそう思ってないんだけど、論理を追求していくと神様より上だと思ってるから、こういう結論にたどるらしいよ。こういう宗教観になるのは、神よりも人間の方が偉いと思ってるの。だから神は道具なのね。もちろんそんな風には言わないよ。だけど、論理的に突き詰めていくとそうなるんだって。宗教学的に言うと。だから西洋人とかと全く違う考え方をしてるって。例えばさ、神様、例えば一神教だと神は絶対なわけよ。絶対なのよ。だから神様が助けてくれるって考えるわけじゃん。神様が助けてくれる。でも日本人って、その 神様にお願い事ができるんだよ、平気で。でもクリスチャンとかって報告しかしないでしょ。懺悔って言って、私はこんな悪いことをしてしまいましたとか、神様助けてくださいっていうことを言うのよ。ね。どうか私のことを見守ってくださいとか。だけど、日本人って神様、受験勉強お願いします、合格させてくださいって命令をしちゃうんだよね。それってさ、もし仮にさ、合格しちゃったら神様が言うこと聞いたことになるんだよ。ありえないよね。お前みたいな凡人の命令を聞く神ってどうなのって。だからもう論理的に破綻してるんだよ、日本の宗教は。神様なんてこれっぽっちも信じちゃいないんだよ。だからアッラーもヤハウェイもエホバも同じだからね。面白いよね。日本人はユダヤ教、キリスト教、イスラム教、全部違うもんだと思ってるわけだ。それどころじゃないわけだ。もうビタビタにね、似てるわけでしょ。日本人には理解できないよね。イスラム教とキリスト教がね、いとこの関係にあるっていう感覚ないもんね。みんなお願い事。でも神道の神主さんにちゃんと聞いたことがあるんだけど、ワド正解だよって。本当に厳格な神道の信者は報告しかしないんだよって。正しいやり方なんだよ、ワドの考え方がって言ってくれた。遺伝子治療が世界の最先端なのも日本だから。あ、多分そうだろうね。エルサレムの取り合いだ。あ、だから面白いよね、エルサレムの取り合い。だからさ、イエス・キリストってどんな人種だったかっていうと、褐色の肌だっていうもんね。だから今でいうイスラム教の人たちの肌の色なはずなんだよね。白人じゃないわけじゃん、そもそもが。これもタブー中のタブーだけど。はい、水木ちゃん、こんばんは。これね、面白いよね。有色人種なんだよね、イエス・キリストはそもそも。あ、まあね、天皇が朝鮮系の家系だっていうのと言っちゃいけないぐらい 危ない話だけど。
教祖誕生面白いよね。教祖誕生面白いよね。だから、その教祖を作って儲けるって話なんだけど、フィクサーの話だよね。あんなもんでしょ。だから教祖はホームレスなんだけど。あと、あれが面白かったね。マルサの女2が面白かった、俺は。伊丹十三監督。宗教団体の脱税の話なんだけど。なんかこうね、エルサレムに何があるんだろうって思うよね。予言と予言の意味も多分日本人よく分かってないでしょ。分かる人いる？予言者じゃん。イエス・キリストって予言者なんだけど、日本人が予言っていうとさ、ノストラダムスの予言みたいな、要は未来を読む予言の方の字を当てるじゃん。でも言面がつくんだっけ？神様から言葉を預かる人って意味なんだよね、予言って。だ全然意味が違うんだよね。だからその天使と、あ、違う、神と人間がいて、天使が媒介になって予言をされるわけだよね。無宗教は学がないと思われてるのが日本人には理解できないんですよ。無宗教は学がないと思われるのが。いや、俺ね、無宗教だって言い張る日本人って全然無宗教じゃないから、なんかさ、かっこつけてさ、あ、俺無宗教だからとか言うけど、全然無宗教じゃないんだよ。俺は自分で無宗教の自覚があるのね。本当に無宗教なんですよ。だから、何をその定義で無宗教なのって突き詰めていくと全然論理破綻してるから、なんかファッションだなと本当思うよね。自分のこと無宗教だって思ってる人全然無宗教じゃないからね。ね、海外行くとわかるよね。宗教の話はやたら神の声を預かる人物が出てくる。一神教はそうだよね。そのやっぱり絶対神がいて、絶対神から、まあ、ヤハウェ、アッラー、エホバ、まあ全部一緒の神様だけど、モーセとかさ、キリストとか予言をすると、神様から声を聞くと。でもだから俺、インディ・ジョーンズが好きだったから、その宗教の勉強をするとインディ・ジョーンズがやたら面白く見れたんだよ。インディ・ジョーンズ面白いよね。聖杯伝説とかさ、その失われたアークとかさ、アークってそのモーセの、十戒っていう、その石板が入ってるんだよ。それを入れ物のことアークって言うんだけど、その第1回のインディ・ジョーンズ、失われたアークって言って、アークを探しに行くんだよ。いいよね。なんか、かっこいいよね。戦う考古学者ってね。インディ・ジョーンズまた見たいな。え？失われたアーク？次なんだっけ？聖杯伝説が3部作目でしょ？ 2 作目ってどんな話だっけ？インディ・ジョーンズの2作目ってどんな話だ？なんか1と3覚えてんだよね。インディ・ジョーンズ見たいな。エピソード、ちょっと待ってね。失われたアーク、魔宮伝説。魔宮伝説ってどんな話だっけ。なんで神社とか寺とか守る仏像で怖いのが多いの。怖いのがなぜ多いのか。仏像で、いや、位が低い仏像でしょ、それ多分。入り口の方にある。やっぱ最初怖がらせてから徳の高いものを見せるっていう心理的誘導なんじゃないの。だから、まあ、仏像で言ったら装飾品が多ければ多いほど人間に近いのよ。で、その門とかにいるアシュラみたいなのいるじゃん。あれは全然人間だからね。なんつうの、そのお坊さんに仕えてる、その戦いの神様とかだったりするじゃん。まあでも宗教的な、心理的な部分で言うなら、入り口で怖がらせて、最後に ティーアップでしょ。ティーアップ、この人すごい人ですよって、こう最初ヤクザと同じやり方だよ。怖い思いをさせて優しくするって そんなもんじゃないの、わかんないけど。どんな話だったっけな。魔宮伝説、最後の聖戦、
クリスタルスカルは微妙だったな。性コンデンス、インディ・ジョーンズなんで亡くなっちゃったんだろう。あんなに面白い話なかったのに、ね、ハリソン・フォードかっこいいんだよな。あー、ナチスと戦うやつだ、ネオナチと戦うやつだ、そうだそうだ、思い出した。キリスト教じゃないけど、生でサンピエトロ大聖堂行ったら宗教ってすごいと思ったよ。なんかさ、その科学と宗教は相反するものって日本人思い込んでるじゃん。でもさ、数学者とか天文学者とかそもそもがさ、キリスト教の信者だったりするじゃん。そう、神様がいるかいないかを議論をしてて発展していくもんじゃん、地動説天動説とかも。だから科学そのものって宗教に俺は内包されてるものだと思ってるのよ。宗教家たちが神様いるかいないか議論を発展させたのが俺科学だと思ってるのね。なんでこんなに相性いいものなのに。でも科学のね、面白いところは科学を追求していけばいくほど神がいない証明になっていったりしたりとか、逆にだんだん神様に近づいていったりするわけじゃん。だから俺、数学者の生き方って面白いと思うんだけどさ、数学その例えばね、あ、これ超感動した話。あのね、パイってあるじゃん。パイってわかりますよね、円周率で。パイって無限に続くっていうのは理解できる？ここまでは OK？ 俺鳥肌立ったんだよ、この話聞いたら。パイって無限に続いていくんですよ。ここまで OK だよねって教わったはずなんだけど、よくよく考えるとパイって何なのか。俺の例えば1985年5月21日生まれの、だから1985052 っていう数字の羅列あるでしょ。この数式の羅列ってパイの中に絶対含まれてるんだよ。みんなの生年月日も、要は世の中にある数列の羅列ってパイをずっと辿っていくとあるはずの。っていうことは何なのかっていうと、パイそのものが宇宙の可能性があるっていう、この凄さわかる？パイを発見して無限に続いて、その何なのかわからない存在なんだけど、すべての数式の羅列っていうのはパイの中に含まれてるわけじゃん、確率的に。面白くない？この話、この感覚わかる人いるかな。パイは宇宙そのものかもしれないっていう、この数式の美しさっていうのかな、面白いよね。なんかすげえなーと思って。だってサグラダ・ファミリアもあれ教会でしょ、うん、ただ一神教の土地に行くと、わかる、ミコロクさん、ただ一神教の土地に行くとやっぱり学者は冷たい目で見られる。おー、パイオツは宇宙、ラーレン・アロノフスキーの N って映画おすすめ。うん。数学のゼロの概念を作ったのはインド人。だからまあバラモン教らしいよね。あと俺が興味あるのは素数。素数は面白いよね。素数って何なのっていう。素数は面白いでしょ。数式って面白いよね、本当にね。数式。
神が作ったものに人間の手が加えることをよく思ってない人たちはまだまだ多いですね。なるほど。そういう意味での偏見があるってことか。だってさ、その宗教そのものを否定する行為であったりするわけじゃん。なんつうの、その神の否定だよね。神への冒涜になっちゃうわけだ。素数、それが今。ゼロなものって世の中にないんだよね。プラスとマイナスはわかるの。減るっていう概念はわかるの。もともとあるものが減るっていう。だけど、ゼロのものって実は生まれてからみんな見たことがないはずなの。ゼロだから。だけど、そのゼロっていうのを存在しないっていう概念自体を存在しちゃ、見える化したっていう考え方がすごいよね。ゼロのものを見たことある？あ、遺伝わかるよ、わかるよ、伝わってるよ。遺伝子の書き換えとかでしょ？和道さんの理解と違うのは、古代中世の科学者は神を認め、たたえ、信じた上で、神の真理に少し研鑽で科学。いや、理解と違うんじゃなくて、俺そう言ったの、ミコロクさん。ミコロクさん多分今来たでしょ。10分前ぐらいに俺全く同じこと言ってるから。もともと科学と数学とか科学者って言われてるものと宗教っていうのは相反するものって捉えられてるけれども、もともとは神を証明するために発展した学問、言語学であったり数学、社会学ってほとんど天文学であったり地動説、天動説もそうでしょ。っていうのは、その、なんつうの、宗教家たちが編み出していった側面が強いよねっていう前提で話してんのよ。ミコロクさんは全然違う。自分の尺度で測ってる。今来たからそう見えてるだけなの。失礼しましたね。俺は全く同じこと言ってるから。ミコロクさんと同じ感覚の。そう。だから限定した物差しで測らないでほしい。むしろ逆のこと言ってるから。そう。俺の意見を勝手に書き換えないで。全く同意見です。プラスが遠くにあるならそれがマイナスとわかる。遺伝子って何なんだろうね。なんか自然発生してるのかなっていうのは思うよね。そのアダムとイブが、神様がアダムとイブを作ったっていう、アダムを作ってそっからねっていう、なんかしっくりこないよね。ダーウィンの進化論を否定してるわけでしょ。でもダーウィンの進化論も人間には当てはまらないっていうことを言ってるんだよね、確か。面白いよな。何なんだろう、この世界って。どうなって、どういうふうにできて、どうしてこういう世界ができたんだろうね。ああ、来たか。あれ？放送やめたの？来たか。あれ？ お前放送中じゃないの？ おまんこ！
ぐちゃぐちゃだよな、やってるのだあ、そうなんだ。創価学会が最も正しい。創価学会が最も正しいの、ありえねえでしょ。創価学会が最も正しいなんて思ったこと俺一回もないよ。人間の進化途中で途切れてるんだよね。途切れてるっていうか、そのなんか介入されてるっていう風の、そう、チンパンジーからおそらく人間になったんだろうって言われるんだけど、そう、なんとか得意点みたいな感じで急にガッて上がるんだよね。なんだか知んないけど、何このガっていうやつ。だから俺はガが何なのかを知りたい。このガがガッて上がるの。遺伝子組み換えて悪って言われてますが、そもそも花とか野菜で品種改良も立派な遺伝子組み換えなんですけどね。そうだよね。そのそうそうそう、種と種をさ、こうして交配させようっていうのがそもそも遺伝子組み換えの論理だし、例えばさ、イノシシを家畜化して豚に変えたわけじゃん。これも遺伝子組み換えなんだよね。そうそうそう、かなかさんの言う通りなんだよ。そう、例えばそのヤギを羊に変えたも人間だし、そのバッファローみたいな牛、闘牛をさ、家畜化して今の牛にしてるわけだから、あれも遺伝子組み換えなんだよね。うん、ねなんか人間の歴史って遺伝子組み換えの歴史なんだよね。例えばさ、昔サンバさんってさ、そう、赤ちゃんが生まれてさ、明らかに奇形児だったら首をポキって折るのよ。サンバさんが首をポキって折って、ああ流産でしたって言って、だからそう、今の人間、俺らの DNA っていうのもさ、奇形がなるべく生まれ、今はそれ論理的に許されないよ、殺人だから。でも昔はそれをやってたわけじゃん。それも遺伝子組み換えでしょ。突然変異の固定化ね。試験管の中でやるか、そのままでやるかの違い。交配と遺伝子組み換えは全く違うよ。いや、一緒でしょ。一緒でしょ。だからそれが違うっていう風に考えるから、なんつうの、哲学の問題になってくんだよ。俺とかなかさんっていうのは、やってること一緒だよっていう。その、長い時間でやっていくのか、突然変異を強制的に作るのかっていう話をしてるわけよ。要は人間の都合のいいように、その遺伝子を組み替えていったのは事実なんだから。大学の職員ジム募集してるけど、どう？俺が大学のジムの職員やると思う？そんな発給で働くわけねえだろ。変わらねえよ。俺も同意見、かなかさんと。もしよかったら皆さんフォローしていってください。よろしくお願いします。生まれてポキってやっとけばよかったのが医師のさんまさんに、医師の生まれた瞬間に首の骨でポキっておるあ、俺は医師の生まれてきてよかったと思うけどね。あいつは、あの、俺のね、知り合いのバーとかでよく医師の話するんだけど、資本主義が生んだ悪魔って呼んでんの俺らは。石野のこと、そのバーテンダーさんが石野のこと大好きで、あの営業トークに使うの、石野くんっていう男の子がいてっていう話をするんだけど、あの資本主義が生んだ悪魔がいるんですよって言って、うん、こんばんは、エミネムさん、風船10個ありがとう。クリクリさん楽しんでてください。あのね、石野って面白いのが、俺は石野は感性でやってるから分かんないけど、俺はどういう風に見えるかっていうと、現代社会が生んだ悪魔だと思ってんの。でも悪魔っていうことは天使になる可能性があるのよ。例えばね、その俺、今の日本の労働形態って、多分100年後200年後の教科書に、日本は奴隷業をやってましたって、エジプトで奴隷業やってましたって教えるわけじゃん。ああいう風なのと同じで、あの3万人の過労死、要は仕事をしてて殺しちゃっても国がほっといてましたっていう風に書かれると思ってんの、本気で。日本ってこれくらい愚かな政治をやってました、奴隷業を普通にやってました、得た否認とかと同じように書かれると思うんだよ。その中で石野は救世主になる可能性があると思ってる。要は早すぎるんだよ、あいつは。やってること200年先、300年先の価値観で生きてるの、
資本主義を超えてるの、石野浩介は。ああ、たまちゃんと銀ちゃん知らない。うん、知らない。なんで俺に聞くの。うん、種なしぶどうを食べると種なし性症になってしまうって聞いたことがあるんですけど、どうなんでしょうね。ないと思うけど、うん、なんかそれはなんか全然俺はよくわかんないですね。でもさ、あの梅毒がめちゃめちゃ流行ってるんだよね、東京で。で、あの放射能の原因なんじゃないかって言われてんだよね今。うん、俺石野はメシアっていうか100年先200年先の価値観だと思うよ。要は働くっていうのなんて意味なんてねえって俺思うもんね。だからなんか自分の仕事っていうのが何なのか理解してる人がどれくらいいるんだろうっていう。水道橋博士のライブで気違いが殺害予告してリア突してた、怖っ。へえ。玉が今金ちゃん以外に足舐められてる。ああ、風船よくありがとう、ぶちとまつさん。まあよくわかんないけど、あの人だったら誰か、まだ2時間喋って花火一発も上がってないんで、誰か花火よろしくお願いします。助けてください、よろしくお願いします。俺は石野の言ってることって結構正しいっていうか、結構その哲学的だと思って肯定的に捉えてるけどね。俺は石野嫌いじゃないよ。石野の価値観っていうか考え方好きだよ。はい、和骨 DJ 本職さんいらっしゃい。殺害予告してリア突か。水道橋博士も大変だな。水道橋博士を殺して何になんだよな。そんなことあったんだ。水道橋博士あれだよね、なんだっけ、白髪になったからすげえかっこよくなって、ヒゲ生やしたからもうおじいさんだもんな。
トークショーだったんだ。よっしゃ、2時間経ったんで、音楽2分間流します。もしよかったらアイテム5000円お願いします。もう今月厳しいんで、ぜひアイテムください。お願いします。この BGM 以外は流さないですね。直で連絡できますよ。LINE があるんで、LINE、ふわっちのプロフィール見てください。2分間音楽流すんでアイテムよろしくお願いします。トイレ行ってくるわ。
ただいま、ご覧の番組アイテムくださったリスナーさんの提供でオープンしております。
ただいまー。医師のこのざま どのざま、あんまりワイン狩りバオさんね、あんまり俺リスナーさんと直で連絡する必要がないと思ってて、なんだろう、俺は金にならないことをあんまりやりたくないんですよ。だから、この距離感でいいんじゃないですか。ワイン狩りバオさんがリスナーとして見る、俺が配信者として放送する。なんで直で連絡取り合いたいのかわかんないですね。この距離感が一番いいんだと思うよ。この距離感で良くないですか？この距離感でいきましょうよ。俺はなんかリスナーさんとコツで連絡、おはよう、大花火ありがとう、おはよう、おはよう、そうそう、ありがとう、いつも。なんかリスナーさんと直で連絡を取り合う必要があんまりないんじゃないかって考えてるんだけど、なんで俺と直通で何を話したい感じなの？連絡取り合う必要なくない？どうなんだろう。お互いメリットないでしょ。はい、まいちゃん、お疲れ様です。バカありがとう。俺は最近なんかリスナーさんと連絡取り合ったり飯食ったりするのが結構苦痛になってるから、あんまりその、なんだろう、配信と関係ないところでリスナーさんと絡むっていうのは控えてるんだよね。申し訳ないけど。あんまりね、ストレスかかる生活したくないから。おはよう、まいちゃん。いつもありがとね。バカありがとう。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。いらっしゃい。
圧倒されてコメントできませんでした。いや、普通にコメント打ちたいときに書いてくれていいよ、全然。何に圧倒されちゃったの？普通に、普通にやってくれればいいよ、普通にやってくれれば。よかったらケイマルさんフォローしていってね。ディスレイって音楽かけてた時、ああはい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 、うん、来てくれてありがとね。ありがとう、ケイマルちゃん。フォローありがとう。のんちゃんが気になって、のんちゃん可愛いでしょのんちゃん大人気だよ、アイドルだよ、アイドル。のんちゃんは大人気。まったりだったのね。うん、全然普通にいつでもコメントしていいよ。あ、そうなの？マジだ。遊びに来てよ。飯でも食いに行こうよ、また。遊びに来てよ。いつでも。
俺はさ、個人的には石野に LINE やってもらえると嬉しいなぁとは思ってんだけどね。連絡取りづれえからさ。遊ぼうぜ。もしよかったらスケボー一緒にやろうよ。プライベートで配信回さないで。石野スケボーできんの？明日来るんだ。家賃払えなかった。 あ、そっかそっか。いや、嬉しいよ。近所に来てくれて。家から歩いて10分ぐらいだからさ。あ、よかったよかった。それがいいと思うよ。浅井さんのところにお世話になるのが。それがいいと思う。ねえ、辰巳行こうぜ。飯出すよ。最近辰巳は全然行ってねえな、俺。コーメン、それがさ、一緒さ、超面白いのが、コーメン好きなんだよ、俺。で、コーメンの全部のせいやってるんだけど、もう最低なのが、夜中にコーメン行ったら、なんか、店員がカウンターでやってんだけど、味の素のこんなでっかい袋を、ぐわー鍋に入れてて、お前裏でやれよと思って。味の素のこんなやつ、うわー言ってて。もうそっから、そう、ラーメン屋なんだけど、石野と昔よく行ってたのね。もうね、そっからね、コーメン嫌いになっちゃって、コーメン食えなくなっちゃったんだよね。あの量入れてんのかよ、みたいな。結構ね、へこむよね。なんかそういう、なんか、なんつうの、裏側は見たくないっていうか。まあそうだよな、味の素あんだけ入れてないと美味しくねえよな。でもな、なんかちょっと嫌な、もっとなんか、丁寧に出しとってる感を出してほしいよね。なんか現実を見ちゃったよ。夢が覚めた。調理場はやっぱ見せるもんじゃねえな。マーク隠してやってほしいな。もしくはその味の素っていう袋とかも見せないべきだよな。仕込みの時間にやるべきだよ。ああ、よかった。そう、ゆうすけの言う通り、知らないでいて、知らないままでいたかったっていうかさ、知らないままでいたかったのに、なんでそれをあえて見せちゃうんだよっていう、その店員のデリカシーのなさ。そう、裏でやってほしいよね。そういうの大事だよね。まあ、達代の部屋も入れてんのかもしんないけど、見たくはないじゃん。その、見たくねえっつうか。ちょっとがっかりしちゃったんだよ。あと、なんだろう、石野と行きたいところ。ステーキとか嫌い？最近俺ステーキハマってんだけど、幡ヶ谷の方にステーキガストってあるんだよ。2000円で結構がっつり食えるから、そこでもいいし。なんか食おうぜ。まあでもね、石野が最近なんか閲覧300人とか取ってると気分いいよね、やっぱ。結構自慢したいもんね。いや、石野はもっとすげえよっていうか。最近話題に上がるよ、石野のこと。なんか、あいつ最近閲覧良くなってきたねって。いや、良くなるに決まってんじゃん、みたいな。だから、もうバンバン暴れ回ってほしいよね、石野には。配信会で。なんかその、やっぱ、大手の人のさ、配信のルールみたいなのあんじゃん。ローカルルール。そういうのとかもう一切聞かないで、バンバン自分なりにやってって、新しい文化作ってほしいよね。もう嫌なんだよ、その配信者はこうあるべきみたいな。リスナーが押し付けてくる感じのさ、くだらねえじゃん。知らねえよっていう。もう時代変わったんだよ、配信のっていう。そういうなんか新しい配信者だと思ってるから、一生。一生も配信始めて何年目になるんだ？トータルどれくらいやってんの？ 2 年間休んでたんか。気持ち悪いよね。本当にいらないっていうか。なんつうの、くだらねえっつうか。だからもうアンチとか意味わかんねえもんね。職場とかで言わねえじゃん。はい、先生。私、
先生の教え方嫌いなんで、今日から先生のアンチになります。あ、すいません。クライアントの取引の件、まあ、先輩の商談のやり方見てきて、失望しました。もう先輩のアンチになります。ないでしょ、こんなの。気持ち悪いよね。トータルで1年ぐらいか。バカにしてんのっていうか、気持ち悪いな、このネットの住民のなんかルール。なんだよ、アンチって。もう笑うよね。なんで普通にできねえんだよっていうさ。普通にやれよって。付き合いたくねえもんは付き合いたくねえし、気持ちいいやつと普通に会話したいだけじゃん、俺らは。ましてや、金ももらってねえでさ、その金も相手もしないやつにさ、グダ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 言われるのなんか腹立つよね、本当に。別にお前のおもちゃじゃねえからっつって、こっちは気持ちよくやってんだから、されよっていう。どうでもいいよね、本当に。とは思うよ、普通にできねえやつらの、なんか普通にできない、普通に生きることもできないやつの正論なんて届くわけねえだろうっていう。とは思うよな。もうどうでもいいよね。トータル1年ぐらいか、もったいなかったな。多分ね、お前が本気でやってたら今頃100万超えてると思うよ。あの時踏ん張ってれば、配信者で踏ん張ってたら多分、ふわっちっていうのができてたりとか、多分俺よりも結果出してると思うよ、石野康介は。そこもったいなかったと思うよ。まあでも戻ってきてくれて俺はすげえ嬉しいんだけど、石野が。絶対お前、才能あるんだから、この世界で。絶対こっちにどっぷり使った方がいいよ。どっぷり使んな。石野は才能あるよ。才能のねえやつが僻んでるだけなんだから。加藤さん、遠征行かないの？大阪と北海道は行かなきゃなとは思ってるね。来月行こうかな。大阪、北海道。特に香川さんの一日店長、ちょっとスケジュールズレズレで、あれしてるから、ちょっと香川さんにお願いして、で、大阪、3日ぐらいかな、トータル。3日ぐらい行こうかなとは思ってる。俺、優しいかな？どうだろう。別に普通だと思うけど。まともな人間でもないし、優しい人間でもないですよ、僕は。ちょっと大阪と北海道は行かないとなと思ってる。リスナーさん待たせてるからね。俺のこと待ってくれてるリスナーさんいるから。
いろんな絡みみたい、結構絡んでる方だと思うよ、いろんな人と。まあ、無理してコラボしようとかそういうのはないね。仲のいい人だけとやる、もう今後は。なんか、うぜえやつ多いから、配信会って。なんか別に仲良くない人と絡む必要ないじゃん。気分悪くなるだけだし。だから、リスペクトできる相手だけと絡むよ。なんかかっこ悪いやついっぱいいるもんね。まあ、うざがらみしちゃったんじゃないの。うざがらみを。ラインどうした？お、SPI さんはどつ。こんばんは。うざがらみをしたらブロックされますよ。別に石野に限ったことじゃないと思う。LINE 来てないけど。LINE 登録する人は、LINE ね、限定、5000人限定だから、もしよかったら LINE 登録してください。プロフィールページに LINE 書いてあるから。ラジオにしてんのかな。うちはだってロム線多いよ。ラジオ代わりに俺の放送を見てくれてるヘビーのリスナーさんに支えられてるから。だからまあそういう人が多いね。うちのリスナーさんは温厚な人が多いよ。リスナーさんの質高いよ。グダグダ言うやつブロック入れっかんね、俺が。うざがらみしてくるリスナーは、リスナーの質は異常に高いですね。
まあね、ある程度絡んでくれる人がいた方がトークやりやすいっていうのはめちゃめちゃあるけど。普段ロムってて KP の時だけコメするサノン放送みたいなもんかな。あ、まあ見てるのは見てるんだろうね。多分180人が。だけど、ほら、俺が自分語りをするタイプの放送だから、特に、これマックス村井っていう YouTuber の人が言った有名なセリフなんだけど、インターネットの世界って反論をするときほどコメントが上がるの。だから反論がないとき、沈黙っていうのは、同意を表してるっていうふうに言ったのね。だからコメント数が少ない YouTuber とか配信者っていうのは、あ、そうだよね、そうだよねって聞いてる。そうだよねって、うんうんとかって書かないじゃん、コメントって。だから反論がある時だけコメントが書かれるっていうふうに言われてる。反論がない時はコメントする必要ない。だからその180人近くが俺の意見に同意してくれてるっていうふうに俺は好意的に取られてるかな。賛同してくれてるリスナーさんが多いっていう。あとはやっぱりそのながら作業、FX とか株とかやりながら見てる人が多いから、ラジオ代わりに聞いてくれてるっていう、いい愛され方してると思うよ。ありがたいなと思って。ドクターブラックジャッカスさん、どうも。こんばんは。おはようかな、もうそろそろ。だいぶ夜も明けてきたね。まあ配信の楽しみ方はね、人それぞれだから。こんだけ閲覧あるのはありがたいよ、この時間帯に。いろんな配信者がいる中でね、楽しんでもらってるわけだから。そうそう、ギター練習してんだよね。なんかおっさんになって弾き語りできるようになりたいなと思って、最近ずっと練習してる。スケボーとかギターとか新しい趣味人所ジョージみたいになりたいんだよね。結構最近歌も人気出てきたんだよね。頭ずつ。
ギターシンプルでいいよ。何歌おうかね。のんちゃん大丈夫？おい、かなかさんいらっしゃい。口づけを交わした日はママの顔さえも見えなかった。ポケットの恋集めて一つずつ夢を数えたね。ほら、あれは二人の隠れ家、秘密のメモリーを。どこで花火ありがとう、壊れたの。ありがとう花火。うつむく日はマンコ見つめ合って指をつないだら Oh friends 時が止まる。かなかちゃん、ありがとうね。
あの瞳が愛しい。歌だよね。どこで壊れたの、フレンズ。うつむく日は見つめ合って指をつないだら Oh friends 時が止まる気がした。二度と戻れない Oh friends他人よりも遠く見えて、いつも走ってた Oh friends あの瞳が愛しい。古い歌の方がいい歌多いよね、昔の曲っていうか。ありがとう、優子さん。なぜめぐり合うのかを私たちは何も知らない。いつめぐり合うのかを私たちはいつも知らない。どこにいての生きてきたの、遠い空の下、二つの物語だ。手の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。
はるさん懐かしいね。元気かな。懐かしいね。なぜ生きてゆくのかを迷った日の後のささくれ、夢追いかけ走って転んだ日の後のささくれ、こんな人が何になるの、衣となくて震えてた風の中、縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。縦の糸はあなた、横の糸は私、会うべき人に出会えることを、人は幸せと呼びます。難しいね。ヤノキパチパチありがとう。ほんの小さな出来事に愛は傷ついて、君は部屋を呼び出した。夕の空の下に網かけていた手袋と、来かけの洗濯物、シャボンの泡が揺れていた。君の香りが揺れてた。絶え間なく降り注ぐこの雪のように、君を愛せばよかった。窓に降り注ぐこの雪のように二人の愛は流れた。なんだサブセックスって。じゃあ最後の曲いきます。
金シャニの大手海に連れて行ってよ。タバコの匂いのシャツにそっと寄り添うから、なぜ知り合った日から半年過ぎても、あなたって手も握らない。I will follow you、 あなたについて行きたい。 I will follow you、 ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから、心の岸辺に咲いた赤いスイートピー。四月の雨に降られて駅のベンチで二人、他に人影もなくて不意に気まずくなる。なぜあなたが時計をちらっと見るたびに泣きそうな気分になるの。 I will follow you、 あなたの翼の生えたブーツで。 I will follow you、 ちょっとと同じ青春走って行きたいの。線路の脇のつぼみは赤いスイートピー。好きよ今日まで会った誰より。 I will follow you、あなたの生き方が好き。このまま帰れない。みやさんパチパチありがとう。心に春が来た日は赤いスイートピー。ありがとう。はいはい、ただいま。いい歌だよね。松田聖子いいんだよな。曲書いてんの誰なんだろうね。赤いスイートピーってめちゃめちゃいい曲だと思う。フォローありがとう。
グッズ新しいの作りてえな。ステッカーだけじゃなくて他のラインナップも欲しいな。ルフィおはよフォローありがとう。飯食ってますよ。何ヶ月ぐらいかな。まあ、ふわっちで飯食ってますね。
将来不安はないのですが、配信家としてですか？ないですね。僕は配信家としては全然不安はないですね。有吉さん、ありがとう。別アカでもフォローしてくれたの？ありがとう。ねえ、配信家として全然やっていけると思ってますよ、僕は。全然不安はないです。まあ、数ヶ月やっていけてるんで、多分大丈夫かな。1年ぐらいまだ経たないけどね。まだだね。特に不安はないですね、将来の。やっていけると思ってますね。いい花火師さんといい支援者さんがいるんで、全く不安はないです。りょうちゃん美人さんだね。ツイッターとかやってないの？りょうちゃんは。ショートカットが似合う女性好きだな。もしよかったらツイッターもフォローして、りょうちゃん。カチカチ何してんの？パソコン。いや、いろいろ見てるかな。ツイッター見たりとか。朝比奈可愛いよね。なんか、かわいいと思うよ。昔から結構見てる、朝比奈は。好きっていうか、まあ、恋愛感情とかないけど、可愛らしくて、なんかマスコット的。年上だと思った。32だよ。りょうちゃん美人だね。りょうちゃんツイッターとかやってないの？俺32歳だよ。りょうちゃん何？年上なの？年下に見えたわ。20代に見えた。もしよかったらね、LINE とか Facebook とか Twitter とかやってるんで、それも全部フォローしてください。それ消えてもがバレますか？どういうこと？それ消えてもがバレますか？ごめん、日本語がわかんない。それ消えてもがバレますか？よくわかんないね。ためなんだ。同い年じゃなくてタメか。あ、同い年か。年上かと思った。32なんだ。見えないね、りょうちゃん。おはよう、ゆきさん。ツイッターやってる？ツイッターフォローしてよ。ありがとう。あ、LINE 来たね。LINE フォローありがとう。誰かが LINE 送ってくれた。おはよう、ゆきさん。
Twitter、Facebook、YouTube、その他もろもろフォローよろしくお願いします。Twitter フォローしてありがとう。美人さんだね。なめこさんハートありがとう。なめこさんハートありがとう。ツイッターフォローよろしくお願いします。皆さん YouTube もね力入れてるんで、ぜひぜひフォローありがとう。YouTube 登録してくれた？あ、LINE フォローありがとう。あ、LINE 登録してくれる人はさ、コテハンわかんないから、コテハン送ってね、LINE。チャンネル登録してくれてる？なめこちゃん。ありがとう。I'm stupid.I'm a little, I'm a minor, I'm a little, my little baby, yeah. あと2年で終わるとしたら何します？僕は今日が毎日最後の日だと思って生きてるんで。スイス、人生毎日最後の日ですね、僕にとっては。あれ、ピックどこ行った？今日帰っちゃうっていう朝日帰るって。窓に合わねえとか礼儀も知らねえなっつって新宿？
や全然ダサいじゃんよ。今練習中。会いたかったね、朝日奈。まあでもね、先客があったんでしょ。会いたかったね。新宿西新宿5丁目。新宿詳しいの？リオちゃん。西新宿5丁目だよ、これ。遥か空にボーイング音もなく、ああ公団の屋根の上、どこへ行く。行ったことない。なぜ聞いたんだっていう。行ったことなかった。世間知らずだった少年時代から、自分だけを信じてきたけど、心ある人の支えの中でなんとか生きてる今の僕で、弱音をすらしたり愚痴をこぼしたり。なんだっけこの歌、エブリシングだっけ。エブリシング都会、都会かな。歌ってみる。エブリシング歌っていい？じゃあ一曲だけ。あ、ちょっと待って。一番だけ歌うね。あんまり歌うとクレーム来るから、リスナーから。世間知らずだった。ちょっと待って。世間知らずだった少年時代から、自分だけを信じてきたけど、心ある人の支えの中で、なんとか生きてる今の僕で、弱音をさらしたり、愚痴をこぼした
たり人の痛みを見てみないふりをして幸せすぎて大切なことが分かりづらくなった今だから歌う言葉さえも見つけらぬまま試験に追われ途方に暮れる合ってる？すべき人よ君も同じ合ってるかな世に苦しみに似た思いを抱いて何を犠牲にしても守るべきものがあるとして僕にとって今君がそれに当たると思うんだよギリおもろい。よいしょ。石野くんのコメント？石野もう見てないよ。そしてどれの偽物あの偽物アカウント厄介だからやめてほしいんだよねちょっとひねってほしいよね、うん、まんま同じサムネまんま同じことはんだとやりづらいよねこれ偽物でしょサブアカとかじゃないでしょあのインディーズバンドにすごいいい歌があってあの2つあるんだよあのインディーズバンドで CD とか売ってるんだけど流通に乗っかってないでマシリトっていうバンドのカミソリギターレディーっていうアルバムがあるのそれのねいざさらばっていう曲とあともう解散しちゃったんだけどゴールデンモンキーのね青い衝動っていう曲があるのメロコアでそれはメロコア好きにねこれ絶対売れると思ったのインディーズで聞いた時すーげえかっこいいのジャ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 青く光る僕は立ち止まっていた。でつて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 。なんかね売れなかったの残念なんだよね。ゴールデンモンキー、青い衝動。青い衝動ってすごいかっこよくない？青い衝動どっかに落ちてないのかな。絶対売れると思ったもんね。青い衝動。素敵やん、そう。超メロディーも良かったの。あなたの声さえ聞こえなかった。青すぎた僕の衝動。帰ろうか。帰れない僕は立ち止まっていた。過ぎゆく時の流れ。あれみんなに聞かせたいよ。でも残ってないんだよね。その動画音源が。
あれは絶対売れると思ったもん、青い衝動。売れないんだよね、やっぱり見た目なんだろうな。この人は絶対いけると思った、メジャーで。No can, no I can, no notice any day of time I can。 あのね、もう一つのカミソリギターレディの方は残ってるんだよ、 YouTube に。結構有名なバンドで、インディーズではマシリトっていうバンドなんだけど、最終電車に乗って窓越しの明日は誰を担うだっけ、ニューバランスで空き缶潰して人混みに紛れ込んだスローモーション、いつの間にか忘れてた遠い昔に聞いたナンバー、カセットテープに詰め込んだ45分の静寂。いい曲書けるから売れるとは限らないからね。いざさらば、いざさらば、罪ならば償うよ。いざさらば、いざさらば again。 きっと幻だった夏のブルース、ギリや。世の中に埋もれてるかっこいい曲は多分いっぱいあるはずだよ。世の中に埋もれてしまったかっこいい曲。フフ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 フ
静止画の人たちってなんでいっぱい花火上がるの？やっぱりさ、女の人ってその妄想が好きなわけじゃん。でやっぱり顔が見えるよりも、あ、この人こんな人なんだろうっていう妄想をした方がなんか性欲が湧くんじゃないの。なんかこう脳内でこの人絶対こんなにかっこいい人に違いないって、例えばその顔が見えちゃったらこの人こういう人なんだって分かっちゃうじゃん。で自分のタイプじゃなかったら花火上げないでしょ。だからその想像力をうまく使ってるんだと思うけど、自分の中の妄想彼氏っていうか、自分の中の妄想、めちゃめちゃ犬吠えてるわ。ヒャッホーって言ってる犬が。ヒャッホー、ここは通さねえぜっつって。
はよう。ドラムスティック、ドラムスティックだよ。菜箸じゃないわ。ドラムが一番やってた楽器かな。そっか、最近のリスナーだとドラム配信とか見たことないのか。私は結構ドラムバンバンやってたんだけどね、配信で。最近のリスナーさんわかんないよね。ギター上手くないよ、最近始めた。ギター下手、俺は。お、ペッペッペッペ、おはようペ、おはようペ、ペ、おはようペッペ、ペッ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 ペ。ドラム配信ない、ドラム楽しいよ。ロマンティック吉田さんいらっしゃい。すぐ4時間枠終わるんだ。時間が経つのは早いね。次枠行こうね。
大丈夫のんちゃん、風邪ひいた？大丈夫？長時間やってもアイテムもらえなくなったな。お前には関係ねえわ。うん。ヘッドはなぜ？初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。初見さんいらっしゃい。自ら支援を切ってた？いや別に切ってないよ、支援は。はい、さようなら、ブロックです。おはよう、ひかりさん。おはよう。おはようございます。今日は火曜日？水曜日かな。今日は水曜日ですね。おはよう。おはよう、おかちゃん。おはよう。この前枠初めて覗いたなんか喋ってた。おかちゃん、おはよう。なんか最近サボちゃん来ないね。なんかもう放送飽きちゃったのかな。なんか最近テレビばっかり、テレビとニコ生ばっかり見てるっつってたけど、サボちゃん来る？おかちゃん、サボちゃんいなくなっちゃった。ヘッドホンなぜ？ああ、このヘッドホン？このヘッドホンは自分の音がどれくらいみんなに届いてるかっていうのを確認するためのヘッドホンなの。確認するためのヘッドホンです。サボちゃんサボらない。サボちゃんになってるかも。嘘嘘、確認するわ。サボちゃんサボらなくなっちゃったのか。真面目になっちゃった。ちょこっと仕事サボちゃんになってるな、うん、サボってない全然。サボらないサボちゃん、なんか仕事忙しいんだろうね多分ね。
そうだね、長い目で。バズさんはこれからもずっとその BGM ですか？うん、そうだね、この BGM が固定でやってこうかなとは思ってるけど、うん、すごい気に入ってるから、これが一番やりやすいし、一番喋りやすいんだよね。一番喋りやすい、こう同じループ音楽で喋りやすいっす。朝比奈かわいいな。かわいいよね朝比奈ね。わかるわかる。カオスいらっしゃい。なんかその美人、まあ美人っていうか、なんか特徴的な顔で、美形な顔っていうよりもなんか可愛らしさがあるよね、どっかに。なんか性的にやりたいとかじゃなくて、なんかこう面濃い感じがする、うん、会ってみたかったんだけどね。なんか今日帰っちゃうらしいね。築地で飯食ってるでしょ。やったーっつって。この BGM いいでしょ。喋り方好き。喋り方とかじゃなくて、なんか可愛らしさあるなと思う、どっかに、うん、好きよ。うん、起きたばっかり。寝たよちゃんと。これからもう4時間ぐらい配信しようかなと思ってるけど、昼見送りとつ、昼間送りとつ。何で帰るんだろうね。何で帰るんだろう、さあってさあってなんだよ、うん、音楽どういう系聞かれるんですか？うん、古いおっさんが聞くような、なんか昔の曲ばっかりですよ。音楽聞かないっすね最近。もう新しいものが分かんないから古典ばっかり聞いてます。 BGM と聴いてる音楽だいぶ違う。俺、うん、音楽全然分かんない。うくうく、なんだろうね、なんかもうおっさんですよ。おっさん、おっさん。宇多田ヒカルとか聞いてるかな、今流行りの。今流行りの宇多田ヒカルとか。あー腹減ったな。眉毛だいぶ生えてきたよ。変じゃないでしょ。
薄く生えてきた。椎名林檎とかも聞くよ。椎名林檎とか。椎名林檎。ふる。林檎ちゃん可愛いじゃん。椎名林檎ってもういくつなんだこれ。ええー、わーっつって年取らねえよな。椎名林檎も年取って綺麗になってってるからね、すごいよね。あなたどこやら、何なんだろうこの椎名林檎の色っぽさ。色っぽさっていうか、なんだろうね。いいよね椎名林檎。次枠行けますか。次枠そろそろ髪の毛切ろうかな。おでこ出してた方がいい。そう、のんちゃんにも言われんだよね、おでこ出してた方がいいって。でもでこ広いからさ、前髪そろそろ切りたいけどね。おでこ出してた方がいいかい。そうかい。今日セットしてない。次枠セットしようか。もう分け目がぐちゃぐちゃになってきたよ。次枠セットしてこようか。じゃあみーこさん、あげようか。じゃあ次枠ちょっと5分ぐらい遅れるけどいい？ 5 分ぐらい遅れるけどいい？待ってくれる？よろしくて？よろしくて？髪の毛セットするから。あ、いいよ。じゃあ上げとくよ。新宿はじゃあ次役みんな行くんでフォローよろしくお願いします。お疲れ様です。次役行きます。髪の毛セットしてくるわ。じゃあ今みんなお疲れ、フォローよろしく。次役行きます。お疲れ。蝉の手を聞くたびに目に浮かぶ苦しみの人は、
前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。